自分が参戦してた全日本の GSB 1000クラスとはまあタイヤが大きく違って、全日本は KYB サスペンションだったり、こっちのワールドスーパーバイカーオーリンズサスペンションだったり、まあ、その車体ももちろんあのスイングアームも違いますし、車体のディメンションもちょっと違うので、まあ乗った感じは同じ R1 ですけど違うオートバイに感じましたね。そうですね、まあ、さっきも言ったように、まあ、日本は、GSB 1000で、ブリヂストンタイヤで、こっちのワールドスーパーバイクではピレリタイヤの R1 で、でまた、まあ、自分がテストしている MotoGP の YZR-M1 は、ミシュランタイヤになるので、まあ、やっぱりその3種類を、まあ、乗り換えるっていうのは、まあ、自分としてもそんなに簡単ではないことで、まあ、すごくいろんないい経験にはなってますけど。